学校法人森友学園が来月の開校を目指す小学校の建設費について3つの契約書を示していたことが分かりました認可を判断する大阪府には7億5600万円補助金を支給する国には23億8000万円さらに 騒音対策費を助成する近くの伊丹空港の運営会社には15億5000万円と提示していました大阪府の松井知事は業者が言っているので15億5000万円が信憑性があると述べましたまた森友学園をめぐっては新たな疑惑が浮上しています 大阪市によりますと高等森友学園保育園は常勤の延長を受けば受け取ることができる補助金を市から2015年度と16年度に合わせて1071万円受給しています保育園の園長を務める籠池理事長の妻は塚本幼稚園の副園長としても勤務妻が専従しているとの前提で府からも補助金を受け取っていました 二つの施設で園長と副園長を兼務していれば、上勤の規定に違反する上。補助金を二重に受け取っていた可能性もあります。太子は実態調査を始め、不正があれば返還を求める姿勢です。<laughs> 行政の谷間というかね、見えないところをね、もうすごくそういう悪知恵が働いてるな。小学校の認可を最終判断する大阪府は、午後から建設現場を視察しますが。認可は厳しい状況です。